シアンです。競馬用の入り口です。団体客で混んでます。無事ゲートを通過して人混みを通り抜けると競馬用でした。圧巻です。ほとんどがツアー客のようです。競馬用、前から見るか。横から見るか。後ろから見るか。ひとまずいいねお願いします。かっこいいです。軍艦のようです。美しいです。外に出たら見覚えのあるフレンズが営業を頑張ってました。みんな異国の地でご苦労様です。西安的历史名片，如果说您想要去打卡咱们兵马俑这个景点，您多做做攻略。兵马俑没有人工通道，也没有购票窗口，所有的门票都是限。再找一个。花生说门票。一号链接138，包含了兵马俑。彼女たちは何をしているの？我们在拍短视频。短视频。直播。包含了兵马俑的门票员，还有咱们就是。人工降解无线蓝牙耳机，欢迎别人站，站在这边是哪里的站？哦，关注了是吧？好吧，我一会儿就去花东的。圈圈有啥？来了西安以后啊，大家不知道怎么玩，包括景点不知道怎么购票，景点的游玩时间、游玩顺序。黑吧哟。来た。中を覗いてみます。キラキラな絵馬的なものです。悟空さんだ。本当かな？お土産ショップじゃないか。どこが秘境やねん。シアンに NBA だと買う人いるんだろうか。ではお昼を食べたいと思います。有名観光地だけあって店が多いです。ギャンリャン麺だ。シアンの名物ギャンリャン麺を食べたいと思います。どの店にすればいいか迷っちゃう。お客さんの多い店なら
間違いないと思うんですけど、ちょっと閑散としてますね。来肉夹馍凉皮儿，啊，彪彪面、臊子面都有，啊，三合一。Keep。うまそうだ。ここでいいかな。どんどん買わされる。でも1個10元で安い。トマトスープの断面麺です。辛くなくて食べやすかったです。ビャンビャンしてないし。菜夹馍、菜夹馍、小菜。おっと、やっと団体ツアーの観光客が大量に流れてきました。それでもお金を落とす客は少ないです。失礼。突然お腹が痛くなって近くのトイレに来ました。田舎ではよくあります。トイレから出たら多くの観光客が食堂街を歩いてました。ザ・観光地の景色です。よく見ると素通りですけどね。観光客は多いんですよ。でも商店街は暇です。店員さんが暇してるんですよ。人の多いところへ行けってコメントをいただいたので、しっかり対応するぐんちゃんです。私が見る限り平和用の食堂街ではほとんどお金を使いませんでした。再開です。多分団体客は決まったところで昼食を取るんでしょうね。目もくれないんですよ。
矿泉水、饮料、冰淇淋、雪糕。お土産屋さんを見てみます。こういうことです。人多いじゃないですか。賑やかですよね。でも店に活気はないんですよ。この辺りはもうゴースト化してます。こういうことです。店舗は潤ってないんです。よかったです。こういうことです。将军、秦始皇跟上马车都是双面的，一盒给30块钱，30拿一盒，里面140一盒。記念に一つ買いました。对。富屋城に来ました。町は韓服を着た美女でいっぱいです。ショッピングモールに入ります。西安の最大級モールらしいです。孫悟空です。ザクザクさんがありました。アパレルとジュエリーは予想通りの展開です。モールのメインホールへ行きます。一つぐらいはあるでしょう。おーわ、噴水があります。ドーム球場みたい。近くまで行ってみます。噴水目当ての客が多いみたいです。でかい囲いですね。モール内の噴水とはさすがです。
めっちゃ綺麗。癒されます。周りで一番混雑してる場所は階段です。外は暑かったんですけど、モールは快適で気持ちよかったです。天井が崩落してる。天井一面がディスプレイです。やばいですね。何を撮ってるんだろう。卓球選手。マジで派手なモールです。囲いは少ない方だと思います。ちょっと怖くないのかな。怖いよ。泳ぎは苦手です。こんなところに堂々としてる。いいことだ。レストランチェックの時間です。いません。いません。外明るいんですけど、土曜日の夜7時です。います。珍しく雲南料理はいまいちです。綺麗なレストランだ。そこそこいます。さすが JK。大行列だ。何屋さんだろう。チーアン料理ですね。大繁盛です。よかった。温野菜さんがありました。
ちょっとよく見えない。フードコートです。安定のユニクロさん、決して安いと思いませんが、品質がいいんですかね。無地さんもありました。チナノカレーです。面白い名前です。フードコートにはそこそこお客さんがいました。週末のモールって感じです。昔こういうゲームがあったような気がするんですけど、とにかく見とれてしまいました。では晩ご飯を食べたいと思います。一人は寂しいから誰かと食べたい。なーに、この沈黙の時間。時間ありますか？うん。そういうことか。とりあえず一緒に夜ご飯を食べることになりました。コミュニケーションは文字で取ります。グッドってことですよね。わかりますやん。注文した料理です。豚の耳料理です。麻婆豆腐です。食レポいきます。いいねですよね。剛力あやめ。いいねくださいね。鴨の揚げ物です。今日おいしいわけではないみたい。韓服のシャオジエでにぎわってます。クヤジャを歩きたいと思います。ものすごい人混みです。上海の南京トンヌのようです。韓服コスプレが多いのが違いですかね。土曜日だけあって激混みです。しかし、めっちゃ混んでるんですけど。
買い物は快適です。歩きづらいぐらい人が多いんですけど、店をよく見てください。買い物は便利です。こういうことです。もうお分かりでしょうか。キラキラで綺麗ですけど、物は売れません。散歩は楽しいですけど、商売は成り立たないんです。皆さんは何を求めて歩いてるんですかね。西安で一番人気の観光地です。街はキラキラです。目がチカチカするぐらい眩しいです。ラスボスが現れました。楽しみです。なんかすごい店があるといいな。ワクワク。うん。どうした？階段で休んでる人ばっかやんけ。消費みたい。キラキラビルの2階に来てみました。2階からの景色は綺麗です。しばらく眺めましょうか。人生は脚本のないドラマ。いい時があれば悪い時もある。出会いがあれば別れもある。夢を追い求める時もあれば現実に打ちひしがれる時もある。2階の店を見続けます。キラキラの2階です。キラキラの中です。
かに綺麗な写真を撮るか、それで男の評価が上がるみたいです。キラキラビルはいい背景になります。ちなみに仕上がりはこんな感じです。もう少し見て回りたいんですけど、3万歩以上歩いたぐんちゃんはもう歩き疲れたようです。子供には最高の遊び場だなと感心しながら、ウルトラマンってマジで人気だなと再確認できた美しいキラキラフヤ城でした。